はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズ2イルトルカの不思議な鍵 SP 続きやっていきたいと思います。今回ね、また配合パートやるんですけど、今ね、宿り木の塔の3階ですね。まあ、地図見たらわかるんですけど、ちょっと小さいかな。右上って言えばいいかな。そこにいる、まあ、ここ一番わかりやすいかな。そこに、こう、他国のマスターがね、出現するんですけど、これがね、バルボロスとか出すので、まあ、ちょっとリセマラしようかなと。まあ、出なかったらリセットって感じで繰り返しなんと、あとね、まあ、動画では紹介してないんですけど、配合でね、楽々配合とかやると、まだ作ってないモンスターとかね、どうやって作るっていうのパーって出るんですけど、これね、まあ、ダウンロードして、プレイされてる方だったらね、結構見てるかなと思うんですけど、ライブラリでね、まあ、ちょっとね、モザイクかけますね、ここね。この動画しか知らない方もいるので、ちょっとネタバレはしたくないので。903種類いるんですけど、ちょっと一番最後のページなんですけどね。903番ってとこまでね、まあ見えるんですけど、まあ901、902、903すげえなと思ってね、全部もう何かわかるんですけどね。ここのモンスターが、まあ多分一番最後なんですけど、なんだこれっていう。まあここら辺すべてなんだこれなんですけどね。ただ、お見せできるところは、まあ、ここら辺とかお見せできるかな。上とかこれファイナルウェポンですよね。こんなんとかもいるみたいなんで、まあね、作っていこうかなと思うんですけどね。とりあえず、まあもう配合して、配合の行く先でできると思いますので、おそらくね、ドラクエ10のラスボスとか作んないとできないと思いますね。で、903番の配合やり方わかりますかって書いてるんですけど、ダークドレアムはまず決定ですね。と、まあね、ドラクエ10のラスボス的な、ね、ものがいるんですけど、まあ、バージョンいくつかなみたいな、そんなんだと思うんですけどね、また分かったら配信しますのでね、ここら辺とかもすごいですよ。901、902、903ね。ただ、まあ、分かる方もいると思いますけど、コメント欄にね、901は何々、902は何々、903は何々って名前は書かないようにお願いします。まあ、心の中でね、分かってる方は思っていただけばいいと思いますので、まあ、楽しみされてる方もいるってことだけは、ちょっと頭に入れておいてください。はい、ということで、リセマラ。あ、ギガデーモンとヘルバトラ。ね、こんな感じで、まあ、ずっとね、出てくるまでリセマラするので、これで電源切ってね、またつければね、何回も何回も出てきますんで、ただね、出てくるたびに変わるんですけど、その時捕まえられなかったらね、アウトなんで、まあちょっと根気よくやりますね。あのような感じで、いろんなね、マスターが出てくるので、こういうね、砂漠のとこも、まあ違う、まあそこの、なんだろうね、世界にいるようなね、モンスターとかも出てくるでしょうから、あ、出てきた。かぼちゃの騎士とか自分捕まえてないですよね。だからこんなのをね、埋めていこうかな。作れんのかなこれは。獣の騎士あたりからできると思うんですけどね。まあ、いろんなとこ飛んでね、まず探したいと思いますけどね。まあ、図鑑埋めですね。あとはもう配信されてるようなモンスターで、できると思うんですけど、ね、海賊のとこもね、分かりやすいとこ、怪人の神殿あたりね、行けば、あ、その前にこことかもいるよね。お、いない。この裏側とかにもいるんでね。まあいるんでねっていうか、いる時がある。いた。ね、ここにもいるし。だから、こういうとこでセーブしてね、これなんかちょっとね、戦って、まあそう思ったのじゃないの出てきたときに、一回だけ変わんのかな。
お、ウィングアサシン。これ持ってないね。まあ、魔王とか作った後になんですけどね。結構こういう細いのも捕まえとかないと最終的にね、まあ、できましたってね、モンスターいろいろ作りましたって時にね、最後ウィングアサシンだけ残ってたりとかね、そういうのあり得るんで。お、なんだ、手持ちの武器いっぱいのようだ。あ、そうなの。武器の上限なんかあんだね。ただ、弱いね。まあ、なんだろう。オアシスとかそんな強いモンスターいないじゃないですか。今のとこも、怪人とかもそうだけど。で、ね、ヤドリギとかに行くと、やっぱ結構強いのいたりとか、あ、いた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 。一回だけ変えるチャンスあるのかな。で、変えたらもうずっと同じような感じでしたね。ああ。だからこれでちょっとリセマラしますね。どうなんだろう。はい、寸前でセーブしてたんで、もう一回話すと、一回だけ変わってって思うんだけど、あとずっと一緒な感じなんだよね。ほら。ね。で、これで、思ったのじゃないか、リセットして、もう一回来ると、このメンバーなんだよね。だから最初の男だけ変わるのに。だから二回目に変わった時に、例えば、グレナルとかバルボロスとか出てきたら、ずっとできるってことだよね。はい、他国のリセマラしてたんですけど、まあ、バルボロスがね、あそこで出てくるんですけどね、今このクリア報酬バルボロスですっていうね、まあ、鍵も作りながら鍵をやって、他国のマスター巡りやって鍵やってってずっと繰り返してね、なんかしら次の、まあ、ネタじゃないけどね、まあ、どこ作っていこうかなっていうね、まあ、材料集めしてたんですけど、バルボロスが報酬の鍵見つけました。今ね、倒したらね、報酬はバルボロスで出たので、まあ、どっちみちこれ一緒ですね。他国のマスターからスカウトしてもいいし、ね、手に入んなかった。ってことは、まあ、今ちょっとね、こうめんどくさいんですよ。古き鉄条の鍵。古きってのがドラゴン系が出るので、ドラゴン系の鉄条がランク SS が出ますね。だそういう鍵なんですけど、まあ、ここを繰り返しだね。古き鉄条の鍵。ね、何個か作ったんですけどね、1個アギロゴスだったんですよ。で、もう1個がバルボロスだったので、まあ、これをやるしかないかな。何回も何回も繰り返してね。まあ、手に入ったら配合しますね。他国のマスターは、もう大体出てくるのはもうこれで全部なので、まあ、ちょっと遠いんだけどね、ここね。で、竜王を倒せっていう話なんですよね。だからこの道中ね、全部カットしますんで、編集でね。編集してないわけじゃないので、余分な、まあ今1回目だから撮りますけど、余分な部分はね、大体ね、カットしてますんでね。こっち来んなって話だけどね。はい、竜王まで来ました。まあ賠償論いらずなんで、まあ道具使うとしたらね、スクルティオとかね、そんなんでいいと思うけど、そこまでやる必要ないからね。
さて、またパーセンテージ上がってると思いますけど、ずっと繰り返しだね。18%。さて、まあ、まだ入んないかな。18だったらな。ね、入んない。残念。また繰り返しいきます。お、61まで上がりましたね。まあ、今よりパーセンテージ上がるので、まあ、今61の鍵ですけど、レベルね。80まで上がるのかな？だからまあ、そこまで、あ、身代わりね。まあ、そこまでいけば、まあ、案外いいパーセンテージだとは思うんですけどね。キラーマシンの代わりとかさ、キラーマシン3ちっちゃくしても面白いかもね。まあいろいろね、やり方あるんですけど、まあそれは弱いとか強いとかあるでしょうけど、好きなものを使うためにこうやっていっぱいモンスターいるわけだからね。お、23%か。まだ全然だね。でもまあ23だったら入っかな。うまくいけば。はい、ダメ。はい、じゃあ次。まあ、5ずつ上がっていくね。23の次ってどんぐらいいくんだろう。さっき10いくつだった？そんなんだったよね。やっぱ何回か来なくちゃないよね。まあ、5分もかかんないか。ここまで来るまで。一応、不意つけんだね、後ろからやればね。テリワン、あ、テリワンじゃない、イルカ 3D の方はね、つけたんですけど、後ろからね、こっちに行って、それ改良されてんのかなと思ったんで、そうでもないみたいだね。こういう動かないシンボルは後ろから近づいたらいいのかな？じゃあ、たまたまかな？倒すのはね、そんなでもないんですけどね、普通に倒せるので、まあ、手っ取り早く進めたいのでね、身代わり要員を使ってますけど、普通にやってもいいけどね。別にそんなガチで何を使ってやんなくちゃいけないってことはないので、配合をしたいから集めるためにね、まあこのパーティーの方がやりやすいかなと思って作ってるだけなんで、だから身代わりが面白くないとかあるかもしれないけど、別にそういう趣旨ではやってないんでね。だから対戦とかにはあんま力入れてないです、自分は。ガチじゃないんで、そこまで。お、27%。だいぶ上がってきたな。あ、だいたい4分の1ぐらいだね。来い。うわ、まだ来ない。さて、71ぐらいなのかな、次。72。これさ、一発で出るってさ、相当運良かったんだよね、あのヒフドラードの時。だから作ってね、本当はね、配合で作りたいですけどね、まあ取ったら取ったでもいいし、別に配合でだから作らないってわけでもないし、後でまたね、もう一体必要なんで、どうせ。はい、これでヒフドラードです、みたいな感じでね、できっとは思うんですけど、この鉄条の鍵はすごいよね。例えばガルマッチョと闇のブラートね、配合したら、テレワン SP だったらね、まあその上のモンスターできんだけど、今回のね、イルルカ SP はいないみたいだね。まあ、違う配合があるのかわかんないけど。お、32%。だいたい3分の1ぐらいになりましたね。よっしゃ！やってないだ。オッケーオッケー。はい、来ました。バルボロスです。これを、これを連れていかなくちゃいけないので、ね、今上がってもまた手に入ると思いますね。もうこれ1体捕まえれば巡り合いのとこいますんでね。で、これを配合していきたいと思います。そうなんだけど、余計な配合しちゃったな。新鳥レティス前回作ったじゃないですか。レティスとあれだよな。竜神王だったよね。で、竜神王と、
なんだっけな。竜神王と、グレナルじゃねえや、バルボロスか。バルボロスでグレーナルができるので、で、グレーナルもそうなんだけど、グレーナルと、例えば、ワタボーとかね、神様か。そんなので、神様手に入れましたもんね。で、できるものと、グレーナルと二軸弱でできるものがあるので、で、できたものと、配合で、ドラゴン系はほとんど埋まるかなっていう感じです。だそこまでやっちゃいたいので、とりあえず、竜神を捕まえてくるか。ランクダブル S の限りでね。お金は、26万あるのか。肉買ってくか、大丈夫かな。竜神王だけ捕まえてくればいいですけどね。お金はいくらでも稼げない。ワタボ、あ、ワルボーなんか言うこれ。本当なら俺がついていって、ん？口笛俺だと思って可愛がってやってくれよ。カメハのやつ、礼も言わずにどこを突き歩いてやがるんだ。本当ですよね。そうだ。まあそうだね。それもそうだし、なんだっけ？あ、ちょうどいいね。27,600。竜神王がいるので、あと、バルボロスもいるでしょうけどね。さ、それをとっ捕まえて配合する感じですね。あと、配合だけで終わります。捕まえたもいるからいいですよね。このダブルエースのね。ワタボウも捕まえとくか。はい、ですね。とりあえず、グレイナルと竜神王で、あ、グレイナルじゃねえ。バルボロスと竜神王でグレイナルできるので、と捕まえてきましたね。とりあえずね。これ、配合し、あ、捕まえたやつか。あ、違うな。景品で出てきたやつか。そういう方がいいな。攻撃力アップ、SP とかついてるね。これとこれで、グレイナルが出るんだけど、グレイナルと、なんだっけ、さっきなんつったっけ、ワターボーか。グレイナルとワターボー。で、ワターボー今ここにいるので、押すか。グレイナルの押す。お、竜の膝け、竜神を黒く輝く。で、これを作ります。はい、どうグレイナルでしょ。で、バルボロスまだレベル上げてこなくちゃないね。あとは、何でしたっけ？バルボロスと、あ、竜神王か。それでグレーナルもう一体できるので、とりあえずメス作るか。ね。適当に配合させといて。こんなんいいか。いろいろね、もののついでにやっといた方がいいからね、こうやってね。カメハ王子に、そうだね、カメハ王子行かないと。カメハ王子に渡す モンスター出ましたね、シルバニウス。お、リーズレット。こんなん連れてくんだね。外れ？これもいらないわ。とりあえず楽々冒険したので、これでレベル上げて。たので、今回はドラゴン系だね。まだいっぱいいるから、モンスターさ。とりあえずグレイナルとワタボーで、はい、投稿できます。
まあ、トークも面白いからね、これもね。あとは、グレイになると、二軸弱なんだけど、二軸弱捕まえてこなくちゃいけないね。どうすか。まあ、ランクダブルエースのところで捕まえてくればいいけど、二軸弱はあそこにいますね。一番上の、ヤドリギの一番上にいるので、まあ、捕まえてくるついでにね、戦ってレベル上げればいいと思いますので。まあね、ずっと繰り返しですけどね。ここの、てっぺんのね、まあ、出てすぐ右側にね、二軸弱がいるので、まあ、その二軸弱が落とすものをお母さん持ってきてって言ってたんです、そういえばね。はい、あそこにいます。あ、これメスか。あ、オッケーオッケー。そうだね、メス捕まえなくちゃいけないんだ。20%スタートいいね。で、次使ったら40%スタートだからね。まあ、67くらいまでは。あ、オッケーオッケーオッケー。はい、二軸弱捕まえました。あとは、まあ、オートにして、ちょこっと2回ぐらい戦えばいいので。 いつもこんなことしてますんで、自分。メタルいれば、あ、いた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 。はい、オッケーオッケー。まあ、これやれば一発。早いっしょ。まあ、今作るモンスターいるんですけど、その先のモンスター作って終わります。で、そのモンスターがどうやって作るんですかっていうね、コメントあったので、まあ今回答え出るんですけど、グレイになると、なんだっけ、二軸弱で、はい、やっと神竜ができます。で、神竜なんだけど、神竜と竜王でもできるんで、とりあえず神竜のメスだな。はい、神竜ゲット。で、これをまたレベル上げてきますんで。はい、神竜とね、竜王でこれできます。マスタードラゴン。で、マスタードラゴンと、また別なモンスターでね、出来上がるモンスターいるので、そっち側を、また次回とかやろうかな。ね、だんだん繋がってきましたね。
はい。はい、ということでね、また次回までレベル上げときますんで、まあ今回いろいろありましたけどね、まあ他国のマスターはもういいかな。あと細かいのね、まあカマッチとかまだ取ってないんだけど、多分出てくるんで、砂漠のとことかね。まあそんなのは捕まえるとして、あとはこのドラゴン系がもうできたので、まあそっち側を作ったんで、どうすかな。まあ反対側作っていこうか。マスタードラゴンの裏側ね。だから真珠系を作っていかなくちゃないよね。だから卵もね、もうちょっとで帰りますんで、まあ次回ぐらいにやっていこうと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターを流してあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。